故障だと？申し訳ないです。なかなか修理に手が回らなくて。だったら汚れてもいいように服を脱いだのかもな。で、死体を運んだ後にまた服を着たんだ。Also not the case. そんな変態チックなことを私がやったっていうの？She was wearing clothes at all. She can't get dressed by herself. Her clothes used to her body. She can't get dressed by herself. そうか。聞いてくれ、クズリュウ。前にサヨンジがこんなことを言ってたんだ。つまり、サヨンジは一人で着替えができないんだ。だから、服を着たり脱いだりは無理なんだよ。なんだそりゃ。そうそう、そいつは一人だと帯が結べねえんだったな。それで風呂にも入れなくて臭かったんだ。臭くないよ、ちょっと匂っただけでしょ。そもそもビーチハウスって中での着替えは禁止されてなかったっけ？もしルール違反してたらモノクマが黙ってなかったと思います。まあね、僕のルールへのうるささはサファリパークの飼育員にも煙たがれるほどだから。 All right, then. 着替えの線もないとなると、キヨコちゃんは体についた血をどうしたんすか？そもそも血なんてついてないんだって。だってお姉の体には触ってないもん。なあ、逆に言えばさ、それって血まみれだったやつが怪しいってことか？All right, remember this. 確か海水浴の待ち合わせに来た時に、オワリは血まみれだったような気が。あれは2代のおっさんにボコられたせいだっつったろ。当事者であるわしが証人じゃ。それぐらいやらんとそいつは諦めんからの。俺を疑うなんていい度胸してるぜ。よっしゃ、この先ずっと土下座のままでしか過ごせねえ体にしてやんよ。 I have a feeling she could easily do that. 逆にかっこいいかも。よくねえよ、やだよ。ねえ、そんなことよりさ、私はもういいんだよね。犯人じゃないってことでいいんだよね。うん、そうみたいだね。ほら、だから言ったじゃん、私が小泉お姉を殺すわけないって。だってお姉は着付けを教えてくれたりして、すっごく優しくて。そんなお姉を私が殺すわけないじゃん。どうしてもっと早く分かってくんないのさ。みんなのバカ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 。サイオンジさん、そんなに泣かないでください。もう大丈夫ですからね。うるさいゲロ豚、深爪こじらせて死んでしまえ。Well, she's still the same old, same old, so. ねえ、サヨンジさん、ようにも腹立ったことだし、そろそろ正直に話してくれないかな。え？君は犯人じゃないにしろ、間違いなくビーチハウスに行ってるよね。だからそれは罠なんだって。うん、それ分かったからさ、その罠の内容を教えてくれるかな。わしからも頼もう。何らかの手がかりが見つかるやもしれん。分かったよ、話せばいいんでしょ。あのね、今日の朝なんだけど、小泉お姉に声をかけられたんだよ。Like it seemed like she did to a bunch of the other gals, or at least some of the other characters here. She went up to them and was like, hey, let's, we need to meet up. And everyone was like, oh, we're going to the beach. 後でちょっと集まれないかって。あれ、でもひよこちゃんは言ってませんでした？あれは嘘だよ、こんちくしょう。だって認めたら疑われると思って、それなら黙ってた方がいいかなって。 Yeah, probably a good idea. それで小泉の誘いに何と答えたんだ。
いいよって答えた。だって別に断る理由ないもん。小泉お姉はここの連中と違って一緒にいるのが恥ずかしいような人じゃなかったし。相変わらず一言多いやつだな。で、その時は14時くらいに集まろうって話になったんだけど、でもお昼過ぎくらいに私のコテージのポストに手紙が入ってたんだ。手紙？うん、これだよ。Well, this letter seems very familiar. Except the time is different. That's a new piece of evidence for us. It contradicts this letter.これで証明できる。この手紙ってさ、小泉が持ってた手紙と内容が食い違ってないか？小泉の持ってた手紙だと14時30分の待ち合わせが、like I said earlier, the times are a half hour different.待ち合わせ時刻がずれているではないか。それにお互いが待ち合わせ場所をビーチハウスに変更しようって言ってるのも変だ。どっちか片方が言い出したならともかく、こんな風にどっちもが同じことを言うなんて。ひよこちゃん、書いた本人的にはどう思ってるんすか？だから私は手紙なんて書いてないって、何か言わせればいいのさ。 Alright everyone, we're gonna bring out a pad and pen. You're gonnaGive me an example of your writing and we'll figure out who wrote this letter. Which letter did the killer forge? They weren't forged. Whether that Mahiro had, whether that Hyoko had, or both of them. They were probably both. So, ka! Bingo! その手紙はどっちも犯人が捏造したものだったんだろうな。二人の行動を操るために犯人が捏造した。うん、そう考えるべきだろうね。確かにその可能性は高そうじゃぞ。おお、やはり筆跡がほぼ同じだ。文章の内容も酷似しておるしの。直接言おうと思ってたけど見当たらなかったのでポストに入れておくね。でも私たちが会うのを邪魔しようとしている人がいるみたい。So obviously planting the seed of someone's gonna come and try and do something at this meeting. Get the people on edge and be like, hey, we definitely need to come to this meeting. だから待ち合わせの件は内緒ね。私たちもそれまでは会わないようにしよう。そのどちらもが犯人の捏造したもの。そうやって西園寺と小泉を意のままに操ったか。まるで魔界の傀儡師だな。私はそれにまんまと騙されて、それでお姉を殺した犯人に。うわ、ひどいよ、お姉を返してよ。本当だよ、本当にひどい話だよ。あれだけ言ったのに、今回の犯人は僕に何の相談もしてくれなかった。That's not what you're supposed to mean by that. This is very terrible. けど、悪いのは僕の方だよね。自分の頼りがいのなさ。まさか。油断してるとすぐに殺す。後で軽く殴り殺しとくか。Lightly punch him to death. で、西園寺はこの手紙通りに。14時にビーチハウスに行ったんだな。大事なのはその続きだ。一体そこで何があったのだ。寝ちゃった。どうして寝ちゃうんですか。私だって寝たくて寝たわけじゃないよ。多分薬みたいのを嗅がされたんだと思う。ゲロゲロ薬をですか。その薬ってもしかしてドラッグストアから調達したんですかね。 I mean, that would be a definite plausibility considering that drugstore had like everything. 前から
危ないなって思ってたんですよ。本来は届け出が必要な薬品も平気で放置してあったし。前から思ってたんなら何とかしとけよ。すみませんで、起きたらいつの間にか狭いクローゼットの中に押し込まれてて、慌てて出たら、そこに小泉お姉の死体があって、で、取り乱してビーチハウスから逃げ出したってとこに繋がるわけっすか。怖かったんだよ。とってもとっても怖くて、怖くて仕方なかった。きっと犯人は最初から西園寺さんを犯人に仕立て上げようとしてたんだろうね。Especially with them playing that gummy bear and, you know, all that jazz. Definitely, this is frame job, all right. そのために被害者より先に西園寺さんを呼び出してクローゼットで眠らせておいたんだよ。小泉の死体でドアを塞いだのも西園寺に証拠の足跡を残させることが目的か。何もかも西園寺さんを犯人に仕立て上げるためだったんですね。ひどいよ。私は何も悪いことしてないのに、大好きな小泉お姉を殺した犯人なんかに。西園寺さん、もう泣かないでください。そんな簡単に信じちまっていいのかよ。それだって嘘泣きかもしんねえだろ。You just don't give up, do you? そんな風に疑っていたらキリがあるまい。それが学級裁判ってやつなんじゃねえのか。生き残るための唯一の方法が疑うこと。ここは他人を徹底的に疑い合う場だ。なのに簡単に他人を信じるとかどうかしてんだろ。どっか湧いてんじゃねえのか。それ違うよ、クズユ君。ここは疑い合う場所じゃなくて協力し合う場所だよ。みんなで協力して努力して、そして勝利を目指す場所が学級裁判なんだ。 Aim for victory, guys! 犯人とそれ以外のみんな、二つに分かれた希望がたった一つだけの希望をつかみ取ろうとする、その希望同士のぶつかり合いこそが美しいんだ。それが学級裁判のあるべき姿なんだ。 Maida really has a distorted view of what the class trial is all about. だからおめえはどっち側のスタンスなんだって。僕はどんな絶望でも打ち破る絶対的な希望の味方ってだけだよ。そしてその絶対的な希望は希望同士のぶつかり合いの先にこそあるはずなんだ。白でも黒でもないグレーの立場、そして勝利も求めず生も求めるとは。明確に敵を名乗ってくれた方がまだ信用できるっす。やめよう。駒枝の言うことをいちいち真に受けても時間の無駄だ。問題は小泉を殺した犯人が誰かということじゃ。That definitely seems like an important part of what we should be doing here. きっと西園寺さんが話してくれた中に新しい手がかりがあるはずです。Oh? ですから、ここは西園寺さんの言葉を信じて、もう一度みんなで話し合ってみましょう。うんうん、信じることを前提で進める議論ですね。そうですね、それが正しいです。Yay, teamwork, guys! Good job! And Monokuma is asleep. Does that mean we can all just like run away? Ahona, Emera wa nan mo wakatte nee yo. So yatte tadoritsuita saki ni nani ga aru tte nda?残酷な真実だけだろうが。Gotta reach out for that truth. This is our halftime break. Yep. Class trial has been suspended. It is recess.Climax. All right, let's hear it. Spoiler alert.
That's true. There's a club president here? Answer is... Well, that was strange. Let's save our progress real quick. All right, well, class trial is now resuming.